コロナ禍において大会が1年延期になり、まあ、そういった中でも本当に苦労を重ねながらねトレーニングを継続してきているアスリート皆さんだと思うんですけども澤野選手もねスポーツはをが好きだからまた棒高跳びが好きだから、えー、また向上心を持ってねあの取り組んでられると思いますけども改めてあの 普通ではありえないことが、まあ、今回、ね、コロナという状況で起こってしまってこれを乗り越えてまた得たところもあるとかスポーツの素晴らしさを感じたことがあるとか、まあ、そういった何かこれをポジティブに捉えられるようなことっていうのはございますか先日行われた全豪オープンで大坂なおみ選手が優勝されましたけれども。 やっぱりああいったニュースって非常にこうアスリートだけじゃなくて日本中の人が元気になると思うんですね。私自身も大坂なおみ選手の決勝戦生でずっと見させていただいたんですけれどもあの強さというものをコロナ禍において多分いろんな大変なことがあったと思うんですけれどもそういった中であの優勝にこぎつけたやっぱりあれってうん何か目標,目標に向かって できることをやりながら目標を達成する、そういったアスリートの本当に力っていうものを見せつけていただいたのかなという気はします。あの、コロナ禍においてですね、何、うまくいかないことが非常に多かったり、もちろん経済界だったりとか、医療関係者の方も大変な思いをされてるんですけれども、ああいったニュースっていうのは本当にポジティブになれますし、日本の国民だけじゃなく、 世界中の人たちが元気になるようなニュースを届けることがスポーツってできるのかなと思ってます遠坂選手のね、あの優勝は、心打たれましたね、はい、しかも、大変なところでね、乗り越えた優勝っていうのは、またさらにそういう思いにさせられるところがあります、ね、は澤、い、野選手、ご自身は東京大会に向けてはどのように臨んでいきたい って思っっていいらっしゃいますか私自身その東京大会を目指して現役を続行してずっとトレーニングをしてるんですけれども応援してくださる皆さん特に国民の皆さんのやっぱり賛同を得ながら、えー、やっぱり開催してほしいなという思いもありますし私自身は今できることをまず行って自分が目標としているものを特に私は棒高跳びで やはり自分の目指しているような跳躍をやっぱりしたい、そういったことを目指して、日々できることを行いながら、披露できるような形に持っていけたらいいなと思っています澤野選手、棒高跳びの魅力というのは、どういった点でしょうかやっぱり技術性が非常に高い種目ではあるので、そういった技術を高めることによって、私みたいな あの年齢がいった選手でも十分に戦えたりとかですねまた単純にもう魅力っていうと棒一本で人間がその身長の3倍もの高さを飛ぶことができるこれって一つのやっぱり芸術だと私は思ってますのでこれはハンマー投げもそうですけれども室伏さんが投げられる姿っていうのは本当にあの何でしょうロスがなくすごく綺麗な投擲をされるので。 こういった技術種目に関しては、その芸術性というものが、その種目の魅力なんではないかなと私自身は思っています。飛んでるような感じなんでしょうね、きっとね。本当に飛ぶ、空を飛ぶっていうのはもうまさに当てはまるような、あのー、種目ですね。場を越えたときは本当に空中を飛んでるような気持ちになりますし、そこが気持ちいいから、 今でもそこをなんか突き詰めてつ続けてるという気持ちはあります。あの上等な選手になるとですね、はい、落ちそうになる場を手で最後ね、こうやって直したりするんです。<laughs> それあの <laughs> ダメです。<laughs> <laughs> それルール上。失格ですなかなか通常では体感できないような気持ちよさがありそうですし。やはり競技見ていて、美しいですよね。陸上がね。 あの先駆けて取り組んだこのコロナ禍でやったことがあってそれはあのオンラインで,あの、はい、での棒高大会をまず最初に行いましたよね。で世界陸連もそれをあの集計したりしてましたけどもまああのコロナ禍で、ま、あのこういう大変な時でもそういう、えー、国をまたいでその、うん 競技会を、ね、あのやったっていうのは本当に元気づけられたものだと思いますけどもそのああいうのを見ててあのどうでしたかあの世界に先駆けてそのスポーツが、まあス,まあ、スポーツだけじゃなく全ての出来事が止まってしまったあの中であの陸上競技の特に私のやっている棒高跳びからこうスポーツが動き出した という事象自体がすごく私としては嬉しかったですし、やっぱりあれを真似したい、あれをやってみたいということで日本でも取り組んだりもしたんですね。本当に勇気をもらいましたしね、可能性もね、新しい本当に取り組みっていうことで感じたので、本当良かったなと思いました。で、長く競技をされてきて、やはりスポーツがね、はい、人生そのものにだっていうふうに思いますけども、沢野選手にとってスポーツって何ですか？はい、スポーツって僕は 衣食住と同じところにある、なければならないもの、生きていくためになければならないものかなと思ってます。なんか文化の一つみたいな形でですね。やっぱりそのスポーツがあるからこそ自分自身を体現できたり、自分自身が今棒高跳びやってるのは棒高跳びが人生の中で一番好きなことだからこそなんですけれども、そのスポーツによって自分自身が何か満足感を得られたりとか、人に何かを伝えることができたりとか、 また他にもあらゆるトップアスリートが活躍することによって世の中の人たちをに例えば元気を届けることができたりとかそういったことだと私は思っていますあの佐野選手はもうねまだできるだけ長くやってもらいたいというふうに思いますけども国際舞台でっていうところは一線を引くこともどうかあるとは思います。で今後の、ね、そういうい ご自身のスポーツへの付き合い方ですか、はい、今後そ,その競技者としてじゃないところも含めてはいかがですか自、はい、自分自身が付きき合っていきたいいたと思いますかスポーツをやることは素晴らしいっていうのは私もそうですし多分室伏長官もそうだと思いますけれどもスポーツは素晴らしいスポーツに価値があると思われているからこそ。 こうやってスポーツを広めようという活動もいっぱいやってるんですけれどもっとこう世の中に特に日本のえ国民の皆さんにそういったことを浸透できるような活動をできればいいのかなと思っています私自身がやっぱりスポーツがあったからこそ今の自分があるとも思ってますしスポーツからいろんなことを 学ばせていただいて今の自分があると思うのでそういったスポーツの価値力というものを世の中にどんどんと広めていきたいまた子どもたちの夢としてですねやっぱりスポーツというものは非常に重要なものであったりするので、えー、そういった子どもたちの夢にもなりうるスポーツというものをちゃんと確立させていきたいなと思っていますありがとうございま,すまさにスポーツ庁の役割でもありますね。 あの室伏長官は JOC のアスリート委員会の前身でもあるアスリート専門部会の部会長であったりさらには IOC のアスリート委員国際陸上競技連盟そういったところのアスリート委員会も経験されて国際的な活動を積極的に行われてきたと思うんですけれども現在のスポーツ庁の長官として今後のアスリートに対して期待することって何でしょうか それはあの競技力もそうですけども国際感覚を持ったアスリートはですねぜひどんどん出てきてもらいたいと思いますし積極的にそういった各競技団体のアスリート委員会にも参加していただいてですね今、澤野選手も一生懸命その各競技団体 NF のアスリート委員会を設置そしてまたあのそこにメンバーを増やすように。 取り組んでられますけどもあの国内もそうですし国外にもしっかり目を向けてこれはあのトップアスリートであればですねよく競技の遠征も行くしいろんな方とも知り合いにもなれるわけですから、まあ、あのぜひそういった国際的に活躍できる競技会でもそうですしそういったさまざまなコミッションであったりそういったところでも活躍できる人が出てくるといいなというふうに思ってますし。 まああの支援していきたいというふうに思っています本当にそれ思いますそういったところにちゃんと、えー、意見が言える人発言できる人そういったところに関われる人がやっぱりいるべきだなと私自身も思っております競技の舞台以外でも日本の存在感を増していくということですかねそうです存在感もそうですしあの言うべきところはしっかりルール改正だってルールに関してはあの。 しっかり提言をししててていいいいって、ね、より良い形にしていくここれが一番大事なととろだと思いますねあの国際交流っていうところでは衝突だって当然あるかもしれませんけどねでもそれは上手に意見を通してまたお互いに世界のアスリートにとって良い形になるようにっていうことだと思いますね。 佐野選手、最後にですね、新型コロナウイルスの影響が続く中ではありますが国民から多くの声援の声ですとか期待の声、も届いているかと思います。改めてこの動画を視聴されている国民の皆さんへですね、東京大会に向けた意気込みですとかあとは伝えたいメッセージがあればお願いします。あのまあ、現在、 まだまだコロナウイルスの影響が非常に強く特に医療現場の方々また飲食店などされている方々非常に大変な思いをされている中だと思いますその中であのアスリートは感染対策をしっかりしながら東京大会が開かれることを信じてトレーニングを行っているんですけれどもやはり国民の皆さんに応援されてこそのパフォーマンスがあると選手たちはみんな思ってますのでやはり国民の皆さんに えー、理解をいただいて応援される形でやっぱり開催をしていただきたいという思いが非常に強いです、まあ、そういった中で開催されれば、あのー、そこでベストパフォーマンスができるように選手たちは、えー、できる限りの調整をしてです、ね、そこにピークを持っていきパフォーマンスをできるようにしていくと思いますので私自身も含めましてそういった えー、国民の皆さんに応援される形で,です、ねえー、今までの目標を達成できるように頑張っていきたいなと思いますありがとうございます、長官いかかがでしょうかいや本当にねあの、大変な思いをしながらも、トレーニングを継続してやっていますけどね、ぜひ、本当に頑張ってもらいたいなというふうに思います。 澤野選手ありがとうございました。今日は陸上競技棒高跳びの澤野大地選手にお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。